はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本の常陸牛久駅に来ております。まさかの赤で、お、本日ライブ配信でもお伝えいたしましたが、ちょっとですね、ライブ配信がだいぶ途切れ途切れになっていたということで、改めて動画の方で撮影をしていきたいと思います。まず概要からお伝えいたしますと、ここ最近ですね、 YouTube 上にアップされている発車メロディーが、不法な削除申請によって削除されているという事態が発生しておりまして、このチャンネルでも初期の動画を中心に発車メロディーというのをアップしておりますので、念のための処置ということで、現在発車メロディーの動画を一部ですね、非公開にさせていただいております。その関係でこの鉄道総合館の動画の本数というのが、見れるチャンネルさんというかサイトさんがあるんですけれども、そこで見ると本数が、減っているように見えますけれども、それはそういう事情によって今回非公開にさせていただいているという情報、事情がありますので、ご了解いただければと思います。そしてこの発車メロディーの不法な削除申請、虚偽の通報なんですけれども、誰がやってるかっていうのを大体ですね、分かっておりまして、そのやってる方というのはですね、ツイッター上で、犯行をほのめかす内容っていうのをですね、書いてらっしゃいますので、ある程度、誰がやってるかっていうのははっきり分かっております。実際この鉄道総合館のチャンネルが被害に遭ったというわけではないんですけれども、知り合いのチャンネルがですね、もうバンされちゃうと、アカウントを消されてしまうという状態も発生しておりまして、看過できない状態になっておりますので、今回そういう処置を取らせていただいております。でもし今後ですね、万が一ですよ、万が一、その不法な、虚偽の削除申請、著作権の侵害申請によって万が一この鉄道総合館のチャンネルが削除された場合ですけれども、この場合は法的な処置を取らせていただきます。発車メロディーというのはですね、ネット上にアップしちゃいけない曲もありますけれども、アップしても問題ないという曲も多数あります。そのアップして問題ない曲に関してもですね、虚偽の通報というのが今発生しておりまして、削除されているチャンネルがもう多数、小さい規模のチャンネルさんだけではなく大きい規模のチャンネルさんも結構今ですね、削除されているということです。で、私の友人のチャンネルもですね、ついこの間、残念ながら削除されてしまっておりまして、そのチャンネルさんはですね、虚偽通報に関して、開示請求、誰がやったかっていう確認の請求をすることと、その、要は削除申請による削除によって、過去動画を撮るにあたってかけてきた交通費ですとか、いろんな経費とかっていうのもありますし、今後発生しうる可能性があった費用に関しても全て損害賠償ということで請求を行うことを決めております。で、この虚偽の申請なんですけれども、そのツイッター上で犯行をほのめかしている方はですね、もう虚偽通報はやめますみたいなことを書いていたんですけれども、ただこれが本当のことかちょっとわからないので、もしかしたらそれを書くことで、非公開にしている方、他にも結構たくさんいらっしゃるんですけど、その方が再度公開するように仕向けてるっていう可能性もなくはないので、念には念を入れてこのチャンネルでは、もうしばらく非公開にさせていただきます。で、著作権っていうのをちょっともう一回ですね、ここでおさらいという形でお話をしていきたいと思うんですけども、著作権の侵害というのはあくまでも著作権を持っている方が申請した場合にだけ、
成り立つものになっているというふうに YouTube でも言っておりまして、第三者が、まあ、その、どう考えても、例えばテレビの動画、野球動画をアップしてるとか、なんかテレビ番組を YouTube にアップしてるとか、あとは、名なんとかコナンとかのね、あの動画とかアップしてるとか、そういう明らかに違法アップロードだっていう場合には、第三者からの、申告で、削除されるっていうことはあるんですけれども、基本的には著作権を持っている方ですね。まあ、発車メロディーであれば著作権持ってるのは、あの曲によっては株式会社スイッチさんとか、あとは、どうなんですかね。有名なそのご当地メロディー、例えば友部駅の、何でしたっけ、友部駅で流れる、上を向いて歩こうとかですかね。ああいう曲だと、その曲を作った人なんですかね。に、著作権があって、その人から通報が来る分には確かに削除されて、いいと思うんですけれども、全く関係ない第三者から、その、虚偽の通報が来て、それで、YouTube さんが、ああ、じゃあ消しますって言って、簡単に消してしまう事象っていうのが今発生しているということで、それはちょっとおかしいですよねっていうふうに、友人も抗議をしているということです。なので、まとめますと、今、動画を見ていただいている方の中にでもですね、YouTube で発車メロディーの動画を流している方、アップしている方結構いらっしゃるんじゃないかと思いますので、まあ、念には念を入れて、まあ、絶対やってくださいっていうわけじゃないんですけど、やっていただいた方がいいですよというレベルで、一時的にまあ非公開にしたりとか、場合によってはその曲の部分をカットするっていうのをやっていただいた方がいいんじゃないかなと思います。で、その虚偽通報している方は、キーワードで検索、発車メロディーとかで検索をかけて、それを、検索して、手当たり次第に通報しているっていうような書き込みがありましたので、まあタイトルからその発車メロディーって文言を消し去るっていうのも、まあ、一つの方法じゃないかなというふうに思います。ということで、ちょっとこれをライブ配信でですね、20分にわたってお話ししたんですけれども、ちょっと今日はあの新しいマイクを使った関係で途切れ途切れになってしまって聞き取りづらくなってしまったということで、まあ、同じような内容ではあるんですけども動画で出させていただきました。ということで、YouTube やってらっしゃる方十分ご注意ください。もしこのチャンネルに万が一のことがあった場合には、あの私あの弁護士費用とかも全然気にしないんで、金額的な部分は、もう最近気にしないので、本当にもうその虚偽通報している方と戦いますので、そこはよろしくお願いします。まあ、費用は相当かかると思いますけどね。そこはあの戦いますんで。このチャンネルで得るはずだった費用っていうのはですね、損害賠償請求っていうのをさせていただくことになりますので、まあ一応ここで発表させていただきます。この動画が役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、スレッズ、フォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっておりますので、ぜひ概要欄ご確認の上ご検討ください。ご視聴ありがとうございました。